はい、どうもアルパパです。今日はですねリプレイを、最近毎日のリプレイなんですけども、リプレイをお送りさせていただこうと思います。はい、こちら、ラムさんですね。ラムさんの、リプレイなんですけれども、デッキはこのように、はい、迫撃ホグフリデッキという形で、まあ、最近ね、流行っているというか、その2種類の攻撃パターンをするデッキなんですけども、迫撃砲とねホグフリ、これが非常に強力です。ご覧いただきましょう。さあ、まあ、ラムさんって方はね、うちのねクラクラのね、うちのクラメンさんなんですけど、ラム将軍さん、ラムちゃんってみんなから言われてるんですけども、まあ、女性プレイヤーなんですけども、非常にうまいんですよね、この方。僕はね、さっき対戦してね、負けました。はい。僕は下手なんですね。はい。でも、ラムちゃんがめちゃくちゃうまいんですよ。さあ、まずは迫撃を防衛として使っていきますね。そして向こうから、ホグライダーが来て、これを、ゴブリンでかわしていくと。もっとちょっとカクッとしてるか、カクッとしてるか、なんだ、何か重たいのか、アイスウィザードで左のアリナタワーをやられているが、あとおっと、ジャイスケが出てきた。なんだ、向こうのデッキは何だろう、フリーズマスケット、何だろうな向こうのデッキは。さあジャイスケが来た。ただジャイスケもう体力ないのでパキュンと、そんな感じですよね。さあ、迫撃ホグ、どのような攻撃をしていくのか。まずは3体でホグライダー、そして向こうからフリーズで止められてしまった。なるほどなるほど。まあ序盤の展開としてはね、かなり向こうの守りはうまいのかなと思います。はい。さあ向こうもアイスウィズで迫撃を一生懸命潰していく。そこにマスケットが追加されていくと。さあここでお別れして両サイドを攻撃する。これ結構厄介ですねこれ。さあ左から、バーバリアンとゴブリン。さあこれもバーバリアンで防いでいく。でそしてここでフリーズをかけて、これ結構致命的じゃないですか向こう。でもこれラムちゃんちょっと迫撃ホグ、じゃない、迫撃ホグ関係なくなってるこれ。なるほど、あれですわ、迫撃ホグでこれでいくぞこれでいくぞと思わせてバーバリアンゴブリンなんやそれってこれデッキ紹介としてこれいいのかこれ、ラムちゃん大丈夫かこれ。さあ、エリクサー10溜まっている。こっからどういった攻撃をしていくのか。右側も落としてほしいところだな、これは。迫撃ホグの強さを見せてほしい。さあ、また防衛に迫撃砲を使っていく。なかなかね、向こうもね、エリクサータンクをね、ど真ん中に出してくるパターンなので、なかなかまあタイミングつらい難しいのかなと思いますね。そしてバーバリアンがすごく機能しているな。バーバリアンとゴブリンが強いぞ、このデッキ。さあ、ここ、右からホグライダー。さあ、活躍してくれ、ホグライダー。微妙。微妙だぞ、これは。さあ、どうなんだ、迫撃砲でバーバリアンをやっつけたと。これはね、ちょっと迫撃砲がね、使いづらい、あれですよね、ポンプの出し方ですよね。相手もなかなかそこはうまいと思います。さあ、ここでバーバリアンアーチャー、ババアーチャー来た。違うんだ、俺が見捨てたいのは、ババアーチャーではない。しかしここで迫撃ホグ、かわしてますね、かわしてます。おっと、最後の最後で迫撃ホグかましましたね。いやー、こうしかし強いんじゃないですかね。まあ3種類の攻撃方法あったのみたいな感じなのかな。まあでもね、このデッキとしては迫撃ホグなんで、これね強いんで、よかったらやってみてください。ごしょう、ありがとうございました。